あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。どうもー、森光です。大河です。二人合わせてきんぴらごぼうです。よろしくお願いします。いや、最近沖縄も多いけどさ、風が強い日、風が強い日のお天気リポーターって楽しそうだと思わん？そうか、結構大変だと思うよ。俺さ、沖縄お天気リポーターやりたいからさ、タイガースタジオのキャスターやって。うん、分かった。それではお天気のコーナーです。お天気リポーターの森光さん。は？聞こえてないやし。森光さん、お天気のコーナーですよ。あー、はいはい。あ、こちら非常に風が強いです。先ほどお散歩中の老夫婦が風で飛ばされていきました。危ない危ない危ない。これなんか杖とか引っかかったら危ないから助けてあげて。かくいう僕も今飛ばされております。君も飛ばされてるの？大丈夫？ Hey brother、 okay okay yes yes。 何急に？あ、すいません、今飛行訓練中のアメリカと仲良くなってました。この状況でなん？この後南部の伝承菊を見て那覇に着陸したいと思います。現場からは以上です。待て、全然お天気リポートできてんやし。でも楽しそうだったんじゃん？マジな、俺も飛んでみたいやつさ。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。木曜の夜にこんばんは、きんぴらごぼうのキンキンピラピラおさまラジオ、シャキシャキということで、ね、はい、始まりました。 FM 沖縄 FEC 中の木曜日のきんぴらごぼうのキンキンピラピラおさまラジオです。自己紹介からしましょうか。はい、はい。僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっています、きんぴらごぼうの金城タイガーと、最近下半身の毛を全部剃りましたが、ちょっとずつ生えてきてなんかこの感じいいなと思ってるきんぴらごぼうの富川森光です。お願いします。はい。なんか爪の生えたてみたいな感じかな。そうそうそう。さ、すごい綺麗。しらし、毛がないのもないので嫌さ、やっぱり。うん、はい。だけど生えすぎてたらなんか、うわーすげえなーってたまになる時あるさ、自分の毛みたいな、はい、もじゃってるわーみたいな。すごい今綺麗。芝生みたい。トリミング状態ね。トリミング状態かわかる。犬でいうところのトリミング状態。あ、そう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 。はい、いやもう本当これ本当にイメージしてほしいのが芝生。そうなんです。新しい芝生、人工芝生、うん、綺麗なやつ、寝心地がいいやつ。そうそうそう。知らないけど。はい、ということで、はい、ということですけれども、この時間は沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC の若手芸人が月曜日から金曜日まで、毎日持ち代わりでやってまして、木曜日は僕なんかきんぴらごぼうが、はい、ラジオ担当しています。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ツイキャスの方も同時配信しておりますよ、うん、ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ、リスンラジオ等で同時生配信しております。はい、はい、メールの方もお待ちしていますので、どしどしお寄せください。メールアドレスが 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com までお待ちしております。はい、はい、俺今ラジオやってて初めて、うん、お寄せくださいって言ったかもしれない。知らんよ。お寄せください。知らんよや。どっちでもいいよ。ツイキャスはね、はい、こちらでコメントも見れますので、ツイキャスの方でも、軽くねコメントも皆さんお待ちしてますよ、うん、よろしくお願いいたします。すごい、オープニングの時さ、うん、閲覧数が、うん、11人だったわけよ、うん、ツイキャスも、うん、今9人になってるやつ。減ったな。うわ、俺が系の話したからだ。したから、ありがたいですけどね、コメント。はい、中田猫さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。ペーターさん、はい、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい、ユーミーさんもありがとうございます。こんばんは。愛知県南部も飛ばされそうな強風です。お、はい、はい、そうなんですね。漫才でなんか風のテーマで漫才をしたんですけど、はい、そう、なんか那覇沖縄は結構風が強いんですよ。そうですよね。冬はね、うん、そんなに気温はねさほど寒くはないんですが、うん、やっぱり風が海のそばともなると、うんうん、ちょっと強すぎて。体感温度で言えば、うん、本土に勝るとも劣らないぐらいの、本当にそうだよね、うん、寒さなんですよね、う
から意外と風邪もひきやすい気温だと思いますので、はい、皆さん気をつけてください。体調管理、はい、あります。愛知県南部も大丈夫ですか？雪とか、あ、愛知県は降ってないか。どんなかな、どんなかな。雪とか見たいんだけど、3月にさ、はいはい、東京にちょっとこ普通に個人で行くよって、個人プライベートで行くよって旅行で、はい、雪とか降ってるから3月はさすがに降るか。まあ運が良ければじゃない、うん、だ東京とかって積もりはしないでしょ。まあしないけど、だからやっぱり降ってるの、うん、みたいな。俺見たよ、あの大阪で、そう、あ、雪た時、雪とまでは言わないけど、ちょっとそのあのちゃんとふわふわとしたもの、小雪、小雪は違う、それは女優のやつだ俺小雪の情報なんもないから突っ込めないやつだ、それに関して。そうですか。愛知県南部、うん、降ってないみたいですね。雪は降ってないです。困り眉ぐらいしか分かんない小雪困り眉は俺が分かんないな。ずっと困ってるさ、なんか小雪の眉って困ってますよね。眉毛がね、なるほどなるほど。誰と結婚したんだっけ大雪じゃないですか。バケモン屋さんにあれね、あのあれね、有名な、え、俳優さん、俳優さん、あのほら、デスノートで L の役演じた人。あ、ちょうどわからんな、全然知らんけど、加藤茂明しか出てこない。一応あれでしょ、男でしょ男ってことだけはわかる。男ではある、そうそうそう、うん、そうそうそうですね。ひろきさんもコメント、ビエラにリンク、ビエラっていうこのどこのだったかな、テレビのこう CM をやってるわけ、うん、あ、そうなんだ、やってたわけ、今はやってないけどね。ほうほう、だからあれだ、今あのひろきさんさっきスタジオから出るときにタニタして出てたなんでよ俺毎回ちょっと怪しいなと思ってたんだよ、うん、一応ひろきさんね、うん、なんかひろきさんね、あの FM ギノワンさんのスタッフなんですけども、はい、うん、この僕なんかの前の番組でこうミキサーをやってて、うん、はいはい、でこうちょうど僕たちと入れ替わるときに、うん、こう全部準備してくれるんだよね。そうそう、準備して整ったら、うん、こう大きい扉をこう閉めがてら、うん、じゃあよろしくお願いしますねってこうみたいにしながらドアを閉めるから。いや、ありがたいですけどね。もしかしたら僕なんかのだから楽しみにしてくれてるんじゃないですか。とか今日もなんか。じゃあ相当楽しいことないんだろう。いやいや、そんなことないだろう。ありがたいけどね。はい。ありがとうございます。はい、ということで、まあまあ話したいこといっぱいありますが、はい、じゃあ早速一回 CM 行ってから、コーナーいろいろ進めていきたいと思いますので、1時間お付き合いよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。どうぞ。はい、今 CM 行ってます。はい。ありがとうございますね、ツイキャスも。今日なんか寒いですね。うん。今日でもいっぱいなんか、あと、なんか新しい人、新しい人かな、ビビリな社会人さんは前もいたか、はい、こんばんはということで、ありがとうございます。おじゃます、みーすけさん、みーすけさんもコンティニューコインだけめっちゃ送ってくれるんですけど、いや、ありがたいですねはい、あと何個コンティニューコイン、もう延長できるみたいな、もう OK え、これいつからなんでもう OK なの、もう OK らしい、本当に延長できますって書いてある。あ、ほんとだ、どういうことだろう。あと、KY デンジャラスの中地も冷やし中華始めましたということで全然よくわからないけどな、こうツイッターのアイコンも嫌だね、なんかねどこにこう焦点を絞ってるかだけ教えてほしいですね。ていうか僕たち、俺たちの見てくれるんだ逆にね、ありがたいですけどね、はい、すぐ消すだろうな秀信です、ラジオ名言います、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら、お星様ラジオ FM ギノワン FEC チュンド木曜日、キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしております。はい、ついてちょっと待って、ちょっと待って、 FM ギノワンノーの後めっちゃ詰まってキンキン言ってなかったでしょ言ってなかったちょっと、ね、いや、いいっすけど、ちょっと喉があれです、はい、すいません、それではじゃあコーナー行きましょうか。それでは行きましょう、まずこのコーナー行きましょう、ニュースでトーキングレディオ。はい、このコーナーでは最近起こった出来事、ニュースなどを僕たちの目線でお話ししていくコーナーです。芸人目線でお話しする、楽しくお話しするので温かい耳で聞いてくださいね、はいはい、というコーナーでございます、うん、はい、ということ、あ、言うの忘れてたけど、はい、今日の30回目らしい放送が、放送がありがとうございます、ちょうどですか、ちょうど、今日さちょうど30回目、30回目ですね、でちょうど、うん、まだ2月のね、頭30回目って別にどうでもよくない、重要だよ、や1回1回が積み重なって100回だからさ、いやいやいや、まあまあそうですけど、うん、そんなこと言ったらね、
でももう半年以上やらせていただいてるんで、ね、まあ、あ、本当ですね。うん。だからせめてね、せめて一年はやりたいね。そう。でもあれですよ。ミキサーのミキさんが、うん、今月 ですよね。今月いっぱいでしたっけ？今月いっぱい。とりあえずチョコレートはくれます？くれるだろうな。言うな言うな。そんなして言って、相手の準備も大変だし、俺なんかが期待してもらえなかった時のショックも大変だからさ。何もなかったことにすいません。そうね。あ、そっか、本土に行っちゃうんですね。うん。ああ、そうですね。そっか。ちょっとじゃあ、後で飲みに行きましょうか。急にな。じゃあ、今、なんかちょっといろいろ聞こうかなと思ったけど。そうですね。うん。なんか別にラジオで言うようなことでもないなと思った。うん、はい。それでは、はい、ニュース早速進めていきましょうか。はい。じゃあ、僕から行きます。誰から行きます？じゃあ、僕から行きましょうかね。はい、はい。僕のニュースはこちらです。うん、ホンダのバイク、ナビがネットで話題。うん、ということで、わかりますか、うん、ナビ。ホンダのバイク。ナビっていうバイク。バイク。へぇ、わかんないわかんない。これ、ホンダグループが、インドで販売しているミニバイク。うん、インドなんだ。うん、インド専門。インドの、うん、ホンダが作ってる、はいはい、ミニバイクで、ナビっていうんだけど、うん、大きさが1805mm×748mm×1390mm。細かいの知らなくないんじゃない、まあまあまあ、重量がね、車両重量 101kg。CC がしてたら排気量がね。110cc。110cc。エンジン。うん。ということで、うん、まあまあ、一般的なというか、どこに、まあまあ、普通の、ピンク、そうそう、ナンバーぐらいかな。小型というか、原付きかな、黄色小型かな、はい、小型のバイクなんですけれども、うん、こちら価格が9万円。うん、お、安っ、あ、安っ。安いっすよね。すっげえ安いんですよ。全部段ボールでできてるみたいな。いや、違う。やつ。しかも、うん、デザインも結構かっこいいんですよ。本当に？うん。めっちゃデザイン探してるやし。携帯電話どこやったかな。なんか気になる方調べてみてほしいんですけど、なんかいわゆる外国製のバイクってちょっと、安いけど、あんまりデザインがかっこよくないみたいなのあるじゃないですか。まあ、あるよね、ちょっとね。そんなんじゃないですよ。これですね。あ、まあまあまあかっこいいね、はい、カラーリングもバリエーション豊富で、あ、結構上等じゃない、うん、結構上等なんですよ。ギア車？ギア車です。ギアなんだ。そう、いいじゃん。で9万円、車両本体価格で、まあ逆輸入という形になるというか、うん、まあ、輸入車ですので、なかなか取り扱ってないところも多くて、沖縄では多分あんまりまだ取り扱ってないかなと思うんですけど、うん、東京とかだったら結構人気らしくて、9万ってだってあっちから寄せても、そうそう、まあ、どんなか分からないけど、 うん、それはやっぱり乗りたいんだったら全然取り寄せても、うん、多分ホンダの新品の125cc とかよりかは全然安いんじゃない？どうなのかな？ああ、どんなかな？わからないかな。わからないかな。どっこいになるぐらいかな。うん、まあ、バイク屋さんがこう、ちゃんと輸入してくれてたら、うん、それはすごく安くなるとは思いますけどね。まあ、車両本体価格なので、うん、また、その買うときいろいろつくじゃないですか。うん、それでまあ、10万円台前半ぐらいですかね。ああ、そっか。値段が。でも相当安いですよね。安いよ。うん、なんでこんな安いの？これ、うん、ダンボールです。いやいや、違うよ。ちゃんと作ってるよ。本当に。うん、まあまあ、なんかあれか。単純に、こう、人件費とかも安くで、そうなんじゃないですか。みたいなのもあるのかな。うん。これで本当にさ、なんかやっぱりホンダのね、うん、ちゃんとクオリティでちゃんと、いい、燃費とかもさ、いや、そうじゃないですか。いいんだったら、うん、すごいヒットしそうだけどね。うん、で、インドで儲ける。ただ、うん、その海外製品のバイクとかのちょっとデメリットというか、うん、そういう点はこう、故障にドイツドイツになるみたいな。違う、ドイツ製でもないだろうや。せめてインドインドにしてドイツドイツドイツみたいな。インドにしてや、せめてインドね、インド部品のね、うん、が壊れた時とか、まあ、故障した時とかの部品の取り寄せを海外でやらないといけない。海外に送って、うん、こう直したりしないといけないっていう、そか、もうだから壊れたらちょっともうお手上げ状態。新製品だからね、こうちゃんとそれを直すのに熟知してる、うん、要はなんていうの、このそうそうそう、整備士、うん、がそんなにまだ日本だったりいないってことだはずね。とかその、まあ、海外製品自体が、ま、パーツそうそうパーツがないっていうことだから、ね、そっかそっか、うん、基本的にそういう日本でのホンダの会社の保証は効きませんよっていうことが、うん、多いと思うから、はいはいはい、まあ、僕、はい、
のバイクの知識でした。なるほどね。いやでも僕バイク、うん、ホンダの原付乗ってるけど、うん、やっぱ結構上等で。あ、ダンボールでできてる。ダンボールでできてるよ俺。タイガがホンダで作ったって言ってから、うん、自分でダンボールにホンダって。ひらがなで。そうそうそう。ホンダ。ダーン。ドイツ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 。口で言う全部。痛いな、うん。やばいやつやし。ということで。はい、僕のニュース、ホンダのバイクナビネットで話題でした。そうなんで、はい、安すぎますけどね。安いっすね、本当に。じゃあ次僕行きましょうか。はい、これあの僕は沖縄のニュースなんですけど、はい、まあ、簡単に行きましょうね、はい。運転代行米軍基地内もGO、米兵の飲酒対策で全国初ということで、はい、で米兵を基地の仲間で送る運転代行サービスが、沖縄本島全域で開始、うん、で2月から、県内6社約30台が稼働で、これから、増車増えていったり、クレジットカード決済も検討中ということで、うん、であの飲酒運転を減らしたいという米軍からの依頼を受けて、運転代行協会というところがあるらしいんですけども、うん、そこがこう独占契約をしてますよということですね。だからまあまあいろいろね、こうなんか米兵、うん、米兵がね、なんか飲んで、あの米軍基地外でなんかちょっといろいろ問題とか起こしたり、はいはい、まあ、そういうのもあるさなか、やっぱりこうやってちょっと減らしたいっていう、この米軍からのやっていう、このなんていうの、この誠意というか、もう見られたし、うん、とてもなんかちょっと、ああ、いいなっていう感じがしましたけどね。タクシーはあるじゃないですか。いいですね、あ、タクシーはあるんだ。タクシーはちゃんとなんか、こう、基地の中まで出入りできるやつっていうのをね、はいはい、あるんですけど、運転代行だとちょっと なかったらしく、うん、今月からですかね、2月からもう始まってますね。すごいですね。うん、いいじゃないですか。でも、あの、基地の中ってさ、うん、何ハンドルなの？基地の、あ、こう、車線は違うの。ああ、はいはいはい。車線でしょ、車線、車線。ハンドルの話したからびっくりした。基地の中で、右から左でシフトしないでしょ。じゃけよスライドしてね。助手席に乗ってるアメリカ人、パーンって話外にポーンって。危ないから。釣りはやらねえぜ。中はどんななのかな、どんなのかな、どんなのか、わかる人います、わかります。いや、多分、同じだと思います。同じかな。多分だけど。でもまあ、でも基地内は、うん、あのもう外国って言いますからね。あ、そうなんだ。もしかしたら全然あの右車線っていう可能性もありますけどね。まあでもだからちょっとなんかほら運転代行の、うん、あのなんかさ代行会社の名前って結構いろユニークな名前多いじゃないですか。なんか、あ、あるね。なんか何だろう、何かあるか、なんか桜とか、うん、全然何でもあるさ、なんか学級委員ピロンピロン下里、ピロンピロン下里もあるでしょうね。別の事務所の芸人なのでそこまで先輩だしなそこまでグワッと言えないですけど、これはなかったことにして、なかった、はい、あるからちょっとだからそれもなんかちょっと米兵に寄せていくかもしれない、ね、ああなるほど。なん例えばなんか、なんかヤーマンとか、あ、いやいや米兵じゃないだろそれ、レゲエのやつだろ、代行ヤーマンとか、うん、なんだ、なんかあるかな。ヤーマンひどいよな、あの俺の友達でレゲエやってる人いるんだけど、もう挨拶すべてがヤーマンだわけよ。おはようもヤーマン、お疲れもヤーマン、ありがとうもヤーマン。どうするわこれ。オールマイティーってことかな。そうそうそう、中地から、中地からワイルドスピード共同無線っていうこと。なるほど、全然こんなのもあるわけですよ、うん、運転代行ワイルドスピードとか、ね、ハゲたジジイみたいな、うん、アルマゲドンとかもあるかもしれない。怖い、怖そうよ。絶対事故るだろ。いや事故はないだろ。ちゃんと帰ってくるだろ、ちゃんとヘルメット持って。あ、帰ってくるんだ。帰ってくる見たことないですけどね。そういうことです。なんか大丈夫かな、この運転代行でこう、うん、基地の中で迷ってから、うん、迷ってあの住み着いてしまって、あ、左走行、左走行なんですね、ほら、同じだじゃん、なんかあの外と、うん、そうなんだ、うん、米軍基地内も左走行、うん、だからそれを意味で言ったら全然ね普通にね送れるかもしれないですけどね、うん、ということでなんかこれでだからちょっとでもなんかこう減っていったらいいですけど ね、はい、利用する人も増えてって、うん、はい、ということで以上運転代行米軍基地内も GO の記事でした。はい、ということで以上ニュースでトーキングレディオのコーナーでございました。よし、ということです。はい、じゃあ曲いきましょうか、うん、曲でもう絶対かけたくないと思ってたんだけど、あ、本当についにもうとうとう手を出してしまった。じゃあかけない、こかけないとか。俺が歌うよ。
4曲目風の歌を歌う。風の歌ってあるの、なんか、うん、どんな歌なの。風が吹いている俺の周りはっていう。普通なんか歌なんてもないさこれ。薄そんなもんだ。内容がそんなもんだよな。なんか森山直太朗とかが歌いそうだけど。森山直太朗何なのかな、うんこだったかな、うん、こ、あ、本当に、うんこっていう歌があるんだけど、4行、4、もう本当4節ぐらいのやつを歌ってる歌が あったりとかするらしいんだけど、うん、スピッツとかがおっぱいとか、あ、だから全然ありだと思う、はあはあ、でもいや待って待って待って、俺の歌風だから。別にうんことかおっぱいに似たり寄ったりじゃないから。なんで全然ありだと思う。そうだよね、そうだよね、うん、全然違うか。はい。ああ、まあ待って、まあまあ、それとは全く関係ないんですけど。はいはい。じゃあこの曲聴いてください。バックナンバーで、広い。いやー、もう俺これを流してしまったら、もうちょっともう終わりだなと思ったな。あ、本当に？もう誰もが、もう今流行ってるバックナンバー。バックナンバー。ワンオクロックじゃない？でも今話題は。ワンオクロックロックだの？ワンオクロック、今話題じゃないですか、ニュースで。そうなの？こうね、お昼のワイドショーとかで。あ、そうなんだ。なんかまた不倫してる。いや、不倫してる、違う違う違う。あの、なんか、うん、まあ悪くはないんだけどね、うん、こうなんかファンの方に対して、あー、なんか、あの、ずっと追っかけるなよみたいな感じでしょ。俺でもプライベートの時間よこせ。あ、いや、そんな風な言い方じゃない。あ、じゃないけど、うん、まあまあ、そういうことでしょ。うん、いや、この海外で、うん、今僕なんか頑張ってるんだけど、うん、やっぱ最前列が毎回日本人の人だから、うん、ちょっとそこは分かってほしいなみたいな。僕なんか海外で やってるのをちょっと、うん、その毎回全部日本の方に最前列見られてたらちょっとなみたいな、海外の人にも見てほしいなみたいなことを言ってるんですけど、うん、俺はねこれは、うん、ちょっと共感はできないな。まあまあ、まあ、いや別にいいでしょ、うんうん、だったらやらなければいいかなと思うけど、ね、いやだからそのルールは作りたくないからということで、うん、だから多分その本当はだからその際から日本の方お断りとかいろいろあるじゃないですか、うん、作ろうと思えば、うん、でもそういうのはしたくないから一応みんなにも譲ってよみたいなことなんじゃないですか。うん、まあまあまあ、あ、譲ってよっていうか好きで見に来てるからね、うん、まあ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 、だからそれは作っちゃえばいいんじゃない、その嫌だったら。まあ、だからそれはやりたくないっていう気持ちもあるからっていうことじゃないですか。それはなんかね、わがままな感じがするけどね、まあ、だってあの、まあ、俺はどっちとも言えないですけどね、うん、これはこれに関しては。あ、そうか、うん、なんかせっかくもう来てくれてるからいいっす。なんかもう、うん、なんならもうずっとファンだから、うん、じゃあもうどっちがどっちもジジバーもなるまで付き合ってなぐらいの、うん、もっとなんかもっとおおらかな大きい器で見てほしいなと思ったけどね。なんかちょっと分かんない。まあこれはね、賛否両論、まあ、全部も読んでないですからね。その賛否両論あるから、うん、なんとも言えないけど。そっかそっか。でもまあ僕も別にいいんじゃないっていう気持ちはあるけど、うん、でもまあそういう気持ちも分かるなって思うので。うん、いや分かる、うん、分かるけど。まあただそのだからそのお昼のワイドショーではやっぱり言い方だよねっていう話、こうここまでダイレクトに言わなくてもこういいような言い方だったり、周りのスタッフさんとかがそういうことをちょっと本人たちはこういうことで悩んでますよみたいなことを言えるような環境だったらよかったねみたいな、そのね、本人がやっぱ言っちゃったらっていうこともありますから、はい、めんどくさいね。うん、めんどくさいです。でも何の話してんだいや、はい、どうでもいいだろこんな話。めんどくさいな。あ、どうでもいい話だろこんなの。俺なんかなんで俺なんかがワンオクロックの肩持たないといけないのかなと思って。ワンオクとか1秒も多分合わない。いや、分からん、それは分からんさ。それに関しては合うよ。確かに僕なんか19の岡平さん、岡平さんに会ったんだよ、一緒にラジオやってますからね。そういうことでしょ、うん、そういうこと、いずれ会うかもしれないから。ただ俺会った時は言うけどね。そんなこと言うなお前か。嫌なブログよ。嫌なブログよって。森進一と森まさ子もついてきた。森まさ子もついてこいって言え。そうか、でもまあ世界でね、うん、こんだけ有名になるのもすごいですけどね。すごいですよね、うん、歌で。しかもテレビ1回しか出てないみたいですよ。で1回しか出たことないし、最近のなんか NHK でちょっとなんかなんていうんですか、特集か分かんないですけど、それ以外テレビに出たことない
なんかの曲に使われてるワンオクロックってピンとこないんだよ。だからそのワンオクロックって、うん、あのみんなみんな名前は知ってるけど正体が謎みたいな、だからそういうテレビとかメディアとかにあんまり出ないから、うん、わかんないらしいですね。なんかそういう噂だけ出回ってて本当はいないかもしれない。本当はグリーンみたいな感じじゃないから。いやグリーンもいるわ。グリーンはいるけど、グリーンはいるけど、そんな感じなのかなって、うん。これどなたですかこれ、はい、名前変わってますね。二階堂さんですね。二階堂さん、うん、二階堂さんこれ名前変わってるんだ。これな何になってんの。ののおノーブノーブクマ、クマ二階堂さんでいいんじゃない。もう二階堂さんでしょ、やったこれアイコン。確かにな、アイコンか、アイコン変えないってことはそういうことよな。でも聞いてくれてるってありがたいですね。ありがとうございます。ここまで本当にたまたま聞いてくれたもんね、二階堂さんとかも、ね、そうだもんね。たまたまで引っかかってくれるとありがたいですね、うん、たまたま、ね、たまたま聞いてくれありがたいですね。寒いな。10秒前です。うまいっすね。あれ流れ星流れてるな。あ、いた、頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ。キンFM ゲームは FM 中の待て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 、キュンってなったそれ一回。鉄砲がね、鉄砲を撃たれてキュン。いやいやいや、FM ギドは FC チューンの木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラ王子様ラジオ生放送でお送りしております。はい、じゃあ次はこのコーナー行きたいと思います。こちら、単語当て合いコーン。はい、初めてのコーナーですね。はい、このコーナーでは僕たちが身近で生活しているわからない言葉、単語、慣用句などなどを、うん、僕と森光お互いに出し合って、こうファーストインプレッション、第一印象でのニュアンスだけでその言葉を使った文を作ってもらい、はい、でその文とそして本当の意味を照らし合わせて、うん、その間違ってるね、当たってるねなど言ってって、その言葉の本当の意味を覚えていこうというコーナーですね。なるほど。だからまあもう毎週1個もう単語を、はい、2個じゃない2人2個覚えるわけです、うん、毎週2個か。皆さんもね、リスナーさんも覚えられる、はい、ということですので、はい、じゃあ早速やってみましょうか。早速やりましょう、はい、まずはやってみた方がいいですかね、うん、じゃあ誰から出しますか。じゃあタイガから出してもらう。僕から出す、はい、僕から、あ、俺からでもいいよ。どっちでもいいよ。お願いしていいですか。あ、じゃあ俺から。僕はですね、うん、まず最初なんで、はい、これ結構わかるかもなっていう E ラインを攻めてきました。 E ライン、はい、はい、僕が持ってきた単語は、うん、トンザです。トンザ、はい、はい、トンザわかりますかね。トンザはね、はい、字はこう書きますね。あ、漢字も見せてくれるんだ、はい、漢字。あ、これヒント言った方がいいんじゃない。どういう字だかっていうのを、あ、そうだ、ね、一応言おうかなと思って、うんうん、まあ、結構ヒントになっちゃうんですけど、はいはいはい、整理整頓のトンに挫折の座で、トンザ、うん、はい、あ、トンザね、うん、で俺がそうトンザっていう言葉使って、うん、あれでしょ、なんか文を作ればよかったですね。そうそうそう、まず、あ、これ文を作った後にどういう意味か言った方がいいか。そうだね、誰かがね、うんうん、はい、わかりました。はい、トンザね、うん、トンザこういう時に使いますね。はい、お肉を焼く時にトンザを使った、うん、いやお前当てる気ないよ。当てる気ないだろ、トングだろそれ。当てに行こうね、うん、トンザ、トンザ、うん、まあでも漢字だからね、うん、この意味から推測はできるんじゃないですか。なんだっけ、なんだろうな、いや全然出てこないやつ。多分病気かなんかの一種だと思うから、なんかトンザ、あー、なるほどね、はいはい、だから緊張しすぎてトンザしたみたいな。あー、はい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 、人前に立ち緊張しすぎトンザしたみたいな、なんかちょっとなんか、まあなんか崩れ落ちるみたいな、崩れ落ちるみたいな、なんかトンザの座が挫折の座でしょ、うん、なんかちょっと、うん、ストンみたいな、うん、
ガクみたいな感じかな、うん、わかんないですね、とんざした。これはどういうこと、病気っていうか、いや、俺病気って言ったけど、そう、だから緊張しで、うん、もうどうしよう、もう腰が抜けたみたいな感じかな。あ、なるほど、とんざした。正解は、正解いきましょう。勢いが急に弱まること、うん、計画や事業などが途中で遂行できなること、できなくなること。とんざしてね。とんざ。だから、ちょっと、まあ、ニュアン、まあまあ、全然違うかな。違うけど、まあ、そういうことです。まあ、なんか、ジャンルとしてはちょっと近かったか。とんざ。とんざね。勢いが急に弱まることですね。なるほどね。さっきまでの錦織圭の勢いがとんざしたみたいな感じ？そう、まあまあまあ、そうだね。どちらかというと、その人間的な勢いというよりかは、そのなんかその感情、うん、それも使う、うん、それも使う、うん、業績がこういきなり頓挫したみたいなってことですね。そう会社の業績が頓挫したみたいな、うん、はい、なるほどね。ペーターさんがコメントで、はい、婚活頓挫ってきてますね。頓挫しないでください。ちゃんと続けてください。はい、あ、計画が頓挫した。そうですね。そういうことか。そういうことですね。なるほどね。うん、すぐ教えてくれるじゃん。すぐ。物知りかい。物知りかい。ということで、じゃあ、ね、頓挫。頓挫ね。意味覚えましたね。いやー、もう覚えたでしょ。頓挫。じゃあ、次。タイガーの。僕は、ちょっとカタカナでいこうかな。はいはい。うん。なんか、これですね。うん。セレナーデ。セレナーデ。うん。あー。まあ、絶対に使わないんだろうけどね。はいはいはい、セレナーデ。セレナーデね。うん。これあの僕はちょっと最近というか、うん、あの、セレナーデ、うん、あの、字見る？こう、カタカナのせいに。うん、あ、わかる。あ、わかる。わかる。大丈夫、大丈夫。あ、できました。セレナーデ。どうです？うん。今日は8人だからセレナーデ行こう。え？サイゼリアみたいな感覚だってこと。違う違う、セレナーデ行こう。あ、セレナーデ行こうや、それダジャレやし。びっくりした、びっくりした。セレナーデね、なんかな、セレナーデ、まあ、ナーデっていうぐらいだから、うん、あの、なんかちょっとあの、撫で方とか言うぐらいだから、こう、あ、まあまあまあ、ニュルっとしてる感じだな。柔らかいみたいな。そう、ね、うん、セレナーデ、うん、セレモニーとかのセレですからね、セレはですかね、うん、わからないですけど、セレナーデ、今日の君の服装は実にセレナーデだな。なるほどね、うん、これはだから今日の君の服装は実に、あの、なんていうんですかね、あの、愉快だねみたいな。あ、愉快だねみたいな、ね、うん、感じ。そうそう、 OK、 はい、いいでしょう、はい、これはなんかちょっとまあヒント、次からちゃんと出そうね、ヒントなんか、うん、ちゃんとあの、そのスペルも書いてた方がちょっと分かりやすいかなと思ったので、はい、まあ、セレナーデ、うん、まあ、よく使われる感じだと、なんかその、はい、恋、恋愛の歌、あー、恋愛の歌、歌曲、うん、恋愛の歌のことを、うん、まあ、セレナーデ、セレナーデ、はい、まあ、直訳すると、なんかあの、余曲、うん、左右曲みたいな感じ、うん、なんかその、まあ、うん、恋人の部屋の窓、下で奏でる恋愛の歌らしい、うん、あのさ、うん、セレナーデ、文章作れるかよ。だから単語もいいところやし、君にセレナーデを送ろうみたいな感じかな。あ、俺さ、これさ、うん、これ偶然この前調べたわ、セレナーデ、セレナーデ、あの、いろんななんかあるよね、なんか、そういうなんとか曲、公共曲みたいなのの言い方みたいな、なんだったっけ、あの、麦の方ってあったさ、麦の方、この前別のラジオでお店取材して、麦の方の形をしたパイ生地のなんかくあワッフルみたいな、あ、なんだっけ、なんとかハートみたいな、そうそう、もう天使の矢みたいなやつでしょ。 そうそう、それすらも忘れてるから俺。それ調べた時に、うん、あのセレナーデも出てきてたんだ、ちょっと今、ね、ビビビってなりましたね、はい、お、いいじゃないですか、セレナーデビビビ、はい、ということで、皆さんからも、たくさんコメント来てますよ。賛美歌とかなんかいろいろなんかそこら辺の言い方のなんかやつですよね。ね、セレナーデということですね。はい、はい、セレナーデ、はい、セレナーデ行こうって来てますね。ベーターさん、ね、ビビリな社会人さん、はい、実にセレナーデ褒め言葉なんだ。8月のセレナーデ菅氏か。あ、今日があるんでしょうね、多分ね。本当かな、うん、8月の
歌、まあ、セレナード、セレナードとも言うらしい。ああ、なるほど、うんうん、届かないセレナーデ、松任谷由実いっぱいセレナーデ、めっちゃセレナーデってるやし、うん、どういうことよ、うん、そういうことか、うん、はい、なるほどね。まあでもでもなんかちょっと意味が分かったんじゃないですかね、うん、なんとか歌みたいな、なんかあるよね、なんか、はいはい、そういうことでしょうね、うん、だ西野カナはセレナーデを歌いがちだみたいなねそういうことでしょ多分ね。いや絶対歌ってないあいつ会いたくて会いたくて震えてる、うん、まあ恋の歌か、そっか、はい、そうだ ね、 そういうことですね、セレナーデ、はい、はい、ということで、じゃあお二人とも単語2つ習得ということで、はいはい、以上単語当て合いこのコーナーでした喉にね、うん、喉イガイガしますね、うん、じゃあそんなこんなもあって、じゃあ次はこの曲いきたいと思います、はいはい、小沢健二でイチョウ並木のセレナーデ。いやセレナーデの歌歌うんかい。あ、ライブバージョンでしたね、はい、はい、皆さん、はい、ツイッターコメントありがとうございます。いっぱい来てますね、うん、セレナーデ、セレナーデ行こう、面白かったね日産ね、日産セレナーデこれちょっと面白いですね、恋のセレナーデって歌謡曲があったかな。あ、意外と結構使ってるんだね、なんかいろんな、いろんな言い回しがあるらしいですよ、セレナーデ、まあ、セレナーデというかいろんな、なんか、ああ違う、ああ予想かい。ベーターさんがセレナードだと男性の歌う歌になりそうだ、予想かい情報じゃなかったっていう、ね、ああレクイエムみたいな感じでしょ。ああなるほど、新婚かみたいな、はあ、いや下ネタいや違うだろう、違うだろうレクイエムとかね、うん、新婚か、新婚か、いや下ネタだろ絶対本当にミキさん本当に、待って、小沢健二のセレナーデ結構なんかなんかあれだな、これ結構年下手時の小沢健二さんなんですね、これなんか間違ったクリスマスソングみたいな感じだね、うん、だから恋の歌だから、まあまあ、まあ、あ届けたいけど届かないみたいな感じの曲だから、はいはいはい、なるほどね、そう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 。ビビリの社会人さんがレクイエムイコール下ネタとかわらわらってきてますKY ネタ禁止。 KY ちゃん、 KY デンジャラスとはどんな感じなのかな、いつもラジオわかんない、ね、本当に申し訳ないですけどまだ一度も他局のお耳にしたことないKY さんの他の人のはね、あ、聞いたことあるんだ、お耳にしたことあるんですけれどもKY さんのはまだお耳にしてないですね。下ネタ、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあミキさんの大好きな、まさかい、あ、そうなんですね、そうか、日曜日ね、うん、先週は日曜日に沖縄県立博物館、美術館で、はいはい、ライブをしてきまして、はいはい、やばいよ、やばい男とまーちゃんさんと、まーちゃんさんと先輩のことやばい男とライブをしてきましたね、もう激疲れでしたね、そうですね楽しかったけどね、まあまあ、うん、この打ち上げ会場がちょっとひどくてまず僕なんか先に入った、タイガなんかちょっとあの後から、僕なんかが入った30分後ぐらいに来たんですけど、はい、注文するじゃないですか、あのソフトドリンク飲み放題と、まあ、何品か食べ物を頼んだんですけど、ちょっとソフトドリンク頼んで5分後くらいに
今あのソフトドリンク出るドリンクバーの機械あの破裂してますみたいな何も飲み物出ないですって言われてそれ頼む前に行ってと思ってでなんかあなんか行ってくださいなんか入れてきますみたいなちょっと頑張って入れてきてもらってね俺たち遅れて入ったんだけど、うん、俺とゴールドリードの元氏以外なんだけど、はいはい、あの遅れてこうカラカラカラって入ったらあなんか俺これちょっと浅瀬かなって思ってお見の浅瀬なのかちょっとちょっとカニとか出てくるんじゃないかなって思ってすごかったねでも大変だっただろうねお店も水ビチャーってあんな漏れるんだって思って、うん、まあ本当に大元がねそうそう壊れたらしくて水道管みたいなのが破裂してたのかな、うん、破裂というかな何なのか分からない何だったのかな、うん、何がどうだったか全然分からないけどそうそうそうで、うん、あの途中でなんかまあいろいろね、まあ、お好み焼きのお店だったんですけど、はい、お好み焼き頼んでなんかチーズが乗ったお好み焼き頼んでたら、うん、その、あのまあ、外国の店員さんがこのそのチーズ乗ったお好み焼き持ってきてくれたんですけど焼いてね、乗ってきてね焼いたやつね、うん、あの途中であの元氏ゴールドリードの元氏 の靴の上にチーズを落としてそれを一回店員さんは確認してスルーして帰っていったすごいこいつのだからええやみたいなの靴汚ねえわみたいななんか色も出てたしな、うん、そう元氏の靴もなんかそのちょっとなんかグレード上がってた逆にいいもんみたいになってたもんなアートだったよな、うん20秒でもあります。いいですね。なんかこんなみんなあの許し合う世の中になりたいですね。世の中やな、うん、こんな笑い話でね。怒る人もいるじゃないですか、こんなのいちいち。めんどくさいですよね。怒るとな。そう、マガオクロッカも一緒だから。大丈夫か？もういいっすか？おしさまラジオ。おしさまラジオ。音でキンピラでいいの？キンピラごぼうの。キンキンピラピラお星様ラジオ。FM ギノワン FEC チューンド木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。FM ギノワンより生放送でお送りしております。はいはい。ギノワンのキウナというところにね、うん、FM ギノワンがあるので、うん皆さんぜひ遊びに来てください。そうですね。あのキウナ坂に。の途中にありますよ。ね、あの、うん、こうそうそうゴーパチからね上がってきた時に、ね、急な坂からね、うんうん、急なと急なの持ち名がかかってみたいな、ね、あのシャリマーの向かい側ですけどね洋服のシャリマーこれは何とどうかかってるかだけ教えてほしいんだけどかかってる風に聞こえるかなと思ってメールが来てるみたいです、ね、はいはい、お笑い大好き高校生さんよりいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。金ピラゴボのお二人こんばんは。こんばんは。明日はいよいよ駅伝大会です。お前々から来てたやつですね。今日昨日の練習ではグランドの外を1周を2本走りました、うん、疲れました、足が筋肉痛ですと。明日走るってなったら嫌だなと少し思っています。でも今まで頑張ってきたので走るってなっても、練習通り走りたいと思います、頑張りたいと思いますと、話変わりますが、中学校の頃寒い時に体育で12分間走しましたよと12分間走で8周走りましたよとえ、どういうこと？あ、12分間走るっていうことじゃない？12分間走。ここなんかあの運動場グラウンド8周かな？グラウンド8周かな？あとは中学校の頃体育で12分間走やりましたか？やってない。なんかそんなのやってないね。うん、中学校の頃の体育って何があったっけ？サッカーとかじゃない？サッカーとかなんかマット運動とか飛び箱。うん、空手とかもやったっけ中学校の頃？空手もやったね。肩。ね。肩もやりましたね。そっか、あんまり体育とか覚えてないな。俺なんかねちょっとあんまり体育真面目にやらなかったからな、うんね、高校の頃は楽しかったけどねすごく。体育を真面目にするっていう感覚が分からないんだよな、うん、ね、まあ、真面目にというかなんか、うん、あのあんまり動かなかったね俺は、うん、ね、うん、どうなるまあでも楽しいっていう人もいますからね、うん、あそっか12分間走だから本当はやってたかもしれない。12分間走俺たちの学校でもやってないだろだけど知らず知らずただ走ってるうちにもう終わっちゃってたみたいな。それはないか
あーそっか、でもいや頑張ってください、生きてる大会ね、はい、明日、うん、もう体調早めにね休んで、うん、自分で足マッサージしてふくらはぎね自分でじゃなくてもいい足マッサージ、いやこれ自分でやった方がいいってこれさ違う、最近なんかそこは決めつけないでいいだろうよ、最近こう人になんか、うん、ふくらはぎを揉んでもらったんだけど、はいはい、人にもあれ揉まれ結構くすぐったいね、あー会う人と、会う人と会わない人がいる。はははなんか、だから、信用度合いだと思うけどね。ああ。なんか、ね、だから、それこそマッサージ屋さんとかに行って、うんうん、揉んでもらったらちょっと、あ、すごい安心できるかもしれないけど、うんうん、意外となんか友達とかなんか、後輩とかにちょっと足揉んでって言ったら、うん、ちょっとどんくらいかって想像ができないさ。プロはなんか、ある程度なんか最初ゆっくりぐらいかしらけど、知らない素人が揉んだら、うん、急にグッてくるときもあれば、うんさわーってこうなんかなるほどねくにょくにょって触る時があるから、うん、全然わからんなえ長らく聞いたけど全然その感覚ないわ俺はもう別にもう揉め誰でも揉め俺だって学童で、うん、学童でバイトしてそうそうアルバイトしてた時に、うん、ちょっと一人で生徒をたくさん2、30名ぐらい見てて、うん、なんかもうわちゃ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 してるわけですよみんなが一人でちょっとたくさんで2、30名ってちょっとなのかしかもまあ、それぐらい2、30名見てて、うん、もうみんなわちゃ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 してるわけですよ、うん、なんかちょっと収めたいなと思ってはいなんかこうみんな違うなんで課税とすればよこいつらの税金俺が収めて違うだろみんなのねこの場を収めたいなと思いまして、うん、先生の肩もみ選手権大会って言ってそしてみんな何何何みたいになるからで、はい先生の後ろに並んでって言ってでみんな並ばすわけよで俺の肩もんででこれはなかなか強さもありつつ個性もありますね評価はするわけねそうそうそう7点みたいな、うん、あーちくしょうみたいな10点満点なの10点満点中ででこれはまあまあ、あ平均以上だけどもうちょいやっぱ力が欲しいなみたいな6点みたいな。チクシャーみたいな。で、おこれは気持ちいい。あ、これもう本当にツボ来てる。あ、これはもう9点みたいな。おっしゃ、俺9点最高得点だみたいな。めっちゃみんなやるわけよ。もう本当にずっと20分でも30分でもやるわけよ。もう一回こう並ぶってこと並ぶ並ぶ。みんなさ、やっぱ点数つけたら楽しいみたいで。そうなんだ。そうそうそう。これを、これ、アルバイト中に肩もんでもらう。子供だからやいいけどやでも楽しんでたんですよ楽しんでたじゃあいいんじゃない、うん、じゃあお仕事としてさちゃんとお仕事して逆に俺ももうはいじゃあ終了みたいに言って終了って言ってもやってくるわけ、やりたくてで次の日とか先生今日大会ないのみたいな肩もみ大会ないのみたいなもう点数に味しめてるやしずっと出し渋ってけばもう、そうそうそう一生肩もんでもらえるし、うん、しかも結構痛いんだよ子供のなんか、まあ、加減がね変なところ揉むから加減が分かんないからさそっかそっか、うん、まあ可愛いちっちゃい手で揉んでくれてましたけれどもということで、はい大好き高校生さんもおこれ何が大好きかよく分からないからお笑い大好き高校生さんにね、はいちゃんと明日の大会頑張ってくださいはい、はい、メールありがとうございましたありがとうございますじゃあ最後のコーナー行きましょうか、はい、少し時間ないですけど急ぎでいきたいと思います、はい物語リレーはいこのコーナーではタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです僕と森光3往復の間に物語を終わらせていきますどんな物語が生まれるのかお楽しみにということですはいはい、はい、ということで、まあ、先週はちょっとね時間がなくてやらなかったんですけど、うんうん今週もじゃあパッといきましょうか、はい、今週の物語のタイトルがモヒカンジジイ海へ行くということで、はい、まあシリーズ化しそうなねそうですねタイトルですけどモヒカンジジイシリーズいいですかうん行きましょうかどっちからかなどっちからがいいですかねどっちからかななんかどっちからでもいいなじゃんけんするか、うん、最初はグーじゃんけんぽい俺がグー出して勝ったので、はい、じゃあ僕からいきましょうかはいお願いします、いきましょうタイトルモヒカンジジイ海へ行く、ある日鹿児島に住んでいる、モヒカンの長いおじいさんがいました76歳のおじいさんがいました、はいはいおじいさんは、サラリーマンの仕事も定年退職して自分の実家で、何不自由ない、何一つ面白みもない生活を毎日日々とことこ送っていましたがとことこ送ってまあまあ、まあ、一個だけどうしても死ぬ前までにやりたいことがありましたそれはもうこの、
つま先まで伸びたモヒカンをどうにか自分の体から、除外したいことでした。もう本当にモヒカンだけが長いのが嫌だったんですけど、もうとうとう76歳まで生きてしまいました。モヒカンって上に伸びてるんじゃない？つま先までモヒカンって モヒカンって上に伸びてるやつよ。そうそうそう、つま先まで伸びたモヒカン。まあ、もみあげのこと思ってただろ。どうする、つま先にする、つま先までこうモヒカンが前からこう、モヒカンがこう、もうまるでリーゼントみたいな。はいはいはい、なるほど。お前モヒカンっていうかまるでリーゼントおじさんやしと周りの友達からも周りの おじさんからも、はい、言われ困っていたので、うん、これをどうにか除外したいと思い、旅に出ることにしました。はい、鹿児島、ということで、モヒカンジジイは南へ南へ歩いていくと海がありました。はあ、海は広いな。モヒカンジジイはそう 思うよりも先に海に飛び込みました。ザバーン。すると、モヒカンジジイの髪の周りにもずくがいっぱいついて、モヒカンジジイはマリモになりました。マリモになった。マリモってでも北海道とかの方だけどね。マリモ、あ、そうだ、マリモになった北海、はい、おじさんは、海の生活を楽しんでいると、観光客に、捕まってしまいました。わー、すごい、鹿児島なのにマリモあるぜ、これ東京に持ってこうぜ、チェケって若者は言って、おじさんは自分の人とは関係なく東京に行くことになりました。そして東京でマリモを飼ってた青年は、でもちょっとマリモ飽きちゃった感じしないね、アキコちゃん。そうだよね、どうするこいつは。何の音や。チクチクチクガムを噛んでました。どうするこいつみたいな。っていうかさ、マリモってさ、ちょ食べてみたら美味しそうじゃない。あ、そっか、じゃああっち食べてみるよと、カップに入ってるマリモを取り出して食べようとしました。そうすると慌てたモヒカンジジイ、わしは本当はマリモじゃないんだ、体の周りにもずくがついてそれとモヒカンが相まってマリモっぽく見えてるだけだと大きい声で言いました。そして、その、カップルはそれが聞こえなくてそのモヒカンジジイをむしゃむしゃと食べて、モヒカンジジイはもずく全部食べられて普通のモヒカンジジイにまた戻りました。そしてモヒカンジジイは、あ、そうだ、わしはこのモヒカンをどうかしたいんだったと思い、そのモヒカンでモヒカンをスパーッと飛ばしました。まるでウルトラマンセブンのカッターのようにスパーッと飛ばして、怪我しました。いや、これやばいな、これやばいですよ今回。結構大丈夫大丈夫大丈夫、怪我しました、怪我しました、はい、うん、あ、ちょっとお親指切っちゃったって、 お兄さんなんかパソコンかなんか持ってないかい。あ、あるよあるよ、ほらおじさんこれで止血しなよ。っていうかおじさんの頭のカッターすげえ切りやすいじゃん。うちの父さん鮮魚店やってるんだけど、その頭で魚とか切ってくれねえかなっつって、あ、そっか、じゃあ行ってみようかと言って、お父さん、その男の人のお父さんの鮮魚店に行って、そのマグロに向かって、モヒカンカッターをすると、なんていうことでしょう、切れ味が全くいらな刺身を作り上げることができました。でそれをお客さんに提供すると、何この食感初めてなんですけどつって、めっちゃうまいとなって、そのおじさんが切るマグロが大評判になりました。そして、モヒカンジジイ、その何ていうんですか、魚屋のおじさんがモヒカンジジイに、あ、君この店を継がんかね、この店を継いでぜひ世界一の魚屋にしてくれんかねと言いましたが、モヒカンジジイはこう言いました。うん、わしゃそろそろリポビタン D が飲みたいから帰ろうな。めでたしめでたし。はい、ということで、海にね、うん、漂ってる間にこうモヒカンの切れ味が増したんでしょうね。そうそうそうね、うん、ちょっとこれはシリーズ化しないでしょうね。エンディング、はい、ありがとうございます。
本日も長くまでお付き合いいただきありがとうございました、ね。来週も生放送予定ですので、ぜひとも聞いてください。はい、はい。ツイッター、ツイキャスと、うん、お付き合いいただいた方、ありがとうございました。はい。まあ、こんな感じですかね。そうですね。まあ、こんな感じですかねって言ったら違うかもしれないですけど。うん、まあ、第3土曜日に我々定期ライブやってるので、そちらの方もぜひぜひチェックお願いします。はい。アルファベットで FEC、沖縄お笑い。逆か、うん、どっちもいいですね、うん、沖縄お笑い FEC でネットで検索したらホームページ出ますので、いろいろチェックしてみてください。それでは以上、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。きんきんぴらぴら星に変わってお仕置きよ。はい、ありがとうございました。はい、ツイキャスはもう少し最後までお付き合いください。放送中ということで、はい、もう絶対本番中には触れなかったけど、あのギャラリーにゴールドリードの元氏がね、そうですね、来てくれていますが、もう絶対触れないですね。そうそう、もう、うん、あのこれに関しては多分僕とタイガーもうスッて一致したでしょう。目に入った瞬間に触れてみたいな感じを出した瞬間から、そうそう、絶対触れませんでした今ね、ギャラリーにちょっと呼んでみる。いや、いいんじゃないかな、なんか元氏話したい、話したいかな、聞こえないか、やめますか。いや、大丈夫です、大丈夫ですよ話したいかな、話したい、どう話す、こっちで話す、いいよ、あと3分しかないよ、あと3分ね、4分はい、はい、ということで、ということで、はい、元氏くんが、ね、来てますので、うん、早く早く、あと4分しかないから、そんなだったのに。いや、そんなお前そんなつもりで来てるだろ、どうせ。やったラジオだ、はい、やったラジオだ、皆さんこんにちは、ゴールドリードの元志くんです。ありがとうございます。ございますね。もうゴールドリードじゃないですけど、嘘、グリ、解散もしてないの。解散してグリーンリード、グリーンリードなんだわいや、なんでゴールド、ゴールドの下グリーンなんだ。オッケーオッケー、いいよ、いいよ、いいよじゃないああ、ということで、はい、まあ、寄ってみました。なんなの、なんなの、なんで来てる。帰りながら、うん、本当はもう家帰って寝るつもりだったんですけど、はいはい、ラジオ聞いてたら、うん、ラジオ出てやーと思って、うん、ブーンって曲がってきて、うん、出たいなと思って来てるよだからね、あの途中で来たんですよ、元氏がギャラリーの方に、はいはい、なんか、なんか俺触れてみたいな感じで、いや、そういうことですよ、ドヤみたいな顔でちょっと窓から覗いてきついわーと普通に覗いてただけだろ、あれじゃあ、まあ、ミキサーやってるミキさんが、はい、あの今月までしかできないらしい。そうそう、で、その後こうミキサーやる人がいないわけ、はい、もうね、自分たちでやろうかなと思って、いや、俺が俺頼むとか言ってなかった。元氏は違うんすか、違うっす、なんか、嫌さ、嫌さ、普通に。じゃあ、逆の立場になって考えて、嫌でしょ自分たちの番組で、お前シャシャリ出てきそうさ、なんか勝手になんか、なんか言ってきそうさでしょ。そうそう、これはちょっと相談してから、ね、相談、でもミキサーやりたいみたい、一応経験として経験を積みたいな、うん、何も喋らないだったらいいよ、ほんとにちゃんと、あの、やる前にそうそうツイキャス先に配信して、はい、そう、元氏の口にガムテープを貼って、はい、みんなもう視聴者確認した、喋、うん、れないって確認した上で、そうそう、ミキさんの席についてもらう。だってミキさん、俺なんかがこんなですかねって言ったら、もういつも可愛い声で答えるプラス、なんか調べ物とかもしてくれるから、ね、お前なんかあれだ、臭いええ、感じないだろ文句や、おい、文句文句多いな。いや、仲いいっすからね、僕なんかと元氏は、はい、じゃあそう、いやでも本当に、いや本当にこれ、本当にこれは仲いいとかじゃなくて、本当にちょっとあの分からん、これは持ち帰りでじゃん、持ち帰りで。でもあれだよ、あの、もしかしたらミキさんがそのまま沖縄に残るっていう可能性もまだまだあるから、卒論かけなかったら切実な問題ですね、まだ残るかもしれない。いや、それはもう卒論かけるように頑張ってもらいましょう。はい、そうですね。またジーパンの股のところ破けてんじゃないよ。破けるだろ、破けるだろ、ジーパン破けるだろっていうツッコミおかしいだろいや、破けるだろ、ジーパンはそういうもんでしょ、はい、ということで、はい、まあ、なんか一応30分延長できるらしいんですけど、いや、いいよね、ダメでしょ、いいやらないよ、そんなのやめよう。いや、これ、そのまま延長できる、はい、延長することになるんだけど、いや、いいよね、うん、ということですいません、こうていう、これだって、なひろきさんが、ひろきさんがこのタイミングでコンティニューコイン送ってるって。え、ちょっとさっき、よられさんに、ちょっと、はい、ラジオ出たいっすね、みたいな、ちょっと、うん、
ぐちょちょちょろって言っちゃったんで、うん、いやだから天皇杯は水曜日ね、今水曜日デコボコトラベリングか、なんだっけ、俺となんだっけ、ラジオにね、うん、まあ、ゴールドリードの後釜でやってるんですけど、うん、ね、後釜って言ってもいいことか、大丈夫、どこまで後釜です、まあ、交代というか、ね、はい、交代するそう、ね、次やってるんですけど、はい、戻し方かもう最近ラジオ出てないと、うんうん、だからなんか、じゃあ分かった、ラジオ出てなすぎてジンマシンが出てると最近大変、嘘つけ大変、嘘つけ、白髪も増えてるんですよ、もともとだね、もともと落としですから、もともと落としだ、分からん、分からん、もともとか、分かった分かった分かった、じゃあとりあえずあのもう時間も時間ですから最後にじゃあ落としね、せっかく来てくれたこともありますし、落と、はい、うん、しにその最後の一言というか、なんか話したい話あれば一個、ああ一言じゃなくても、だってあの何も、はい、何も持たずに、うん、人の先輩のラジオに出たいなって普通来ないじゃないですか、です、ね、何か話したいことがあるからこそ来てるわけだと思うんで、ね、ちょっとじゃあ何か話して、正月の時に、うん、え、いや俺にさせろ、俺にさせろ、何もあの持たないで行かないもんね、うん、そうですね、秋葉原ね、そうですね、そうですね、だから何かあるはずですから、うん、じゃあ最後に元氏から一応一個用意してきたんですよ、うん、あ、本当に、さすが、また今度な、聞かせよ、言うなよ、チャレンジで、それ一応お好み焼きでチーズが垂れた話を持ってきた、うん、お好み焼き屋さんのお名前は出せないんだよ、出さないですけど、うん、チーズ、さっき言わんかったで、はい、言ったって、うん、それを俺なんかが話すより面白く話すその後、後みたいな、そうそう、その後、うん、その後、その後、その後でデスノートの後の L チェンジザワールドみたいな、なんかスピンオフみたいな、長くなる、もう長くなる、もうパッと終わらせましょう、あ、もう大丈夫、いやいや、はい、曲の人にも申し訳ないですからね、毎回こんなことやったら、はい、じゃあ一言だけ、元氏、何でもいいですよ、何でもいい、じゃあ、元氏にとって、ラジオとは、いや、元氏が好きな食べ物がいいよじゃあ分かりました、元氏が好きな食べ物は琵琶です、いや、ダメだろ、やっぱり琵琶なんです、僕は好きなの、うん、どうですか、こうなるから、何ですか、琵琶、まず琵琶分からなかった、ミキさんが琵琶分かんないの、でも中田猫さん、なんて言ったの、聞こえてないから、琵琶、琵琶です、琵琶、琵琶、琵琶、いいよ、黄色い髪の幽霊見えるおばさんでしょ、いや、それ琵琶だろ、それ琵琶さんだわ、いい、落ちた、うん、大丈夫、満足じゃあご飯食べに行くか、じゃあ、ま、食べますか、すいません、ちょっと追加放送をしてしまいまして、はい、ああ、そうそうそう、おい、こう、琵琶ね、うん、琵琶湖の琵琶ですね、うん、そうそう、元下、マジでお疲れ様ですそう、マジでがいらないんすよ、金輪際合わないみたいな、もうマジでいいんですみたいないや、でもチャンスあれば、はい、全然3月からあるから、あるかもしれないから、俺はいいけど、森光の顔見て俺は似合うみたいな、ミキさんはちょっとな、ほらゲストだったらいい、ミキさんはちょっと本当にやめてほしいかな、ちょっと本当に、おお、もう近いんでじゃん、うん、お前、お前で説得しないで、それでもう違かったらもう交代ってできないさもんね、これ後の話よ、これ裏の話よ、なんかラジオ今ちょうど流れてるから全世界に、いや別に悪いことじゃないでしょいや、悪い感じでは、うん、まあ、裏で話しましょうね、うん、本当に、うん、はい、ということで、はい、本日も生放送お付き合いいただきありがとうございました、うん、来週も生放送予定ですので聞いてくださいね、はい、それではじゃあまた次回お会いしましょう、さよなら、さよなら、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、すいません、ちょっと延長しますね、すいません、ありがとうございます。